三保の関の合戦は、1569年10月に、山中高生ら率いる甘子最高軍と、甘子最高軍に反旗を翻した、沖田目清ら率いる軍との間に起こった戦いである。戦いの場所が、三保の関で行われたことから、三保の関の合戦と呼ばれる。1569年、甘子最高を目指す甘子勝久る甘子最高軍は、沖田目新の協力を得て、 沖から出雲へ上陸、出雲の諸城を次々と攻略し、ほぼ出雲のすべてを手中に収めんとするまでに勢力を慎調した。その後、出雲の拠点であるガ山と打城の攻略に手間取るも、それを阻止しようとする岩見の毛利軍、服部佐平らの軍勢を原手軍で撃破する。同年10月、天子最高軍の出雲上陸にも協力し、 また原で合戦においても味方した、おっきため清が、突如反旗を翻す。ため清が謀反を起こした理由は定かではないが、山中高生、立原必殺なら天子最高軍は、これを鎮圧するため兵を引き、三保の関へと進軍した。おっきため清は兵を二手に分け、間の画学から正海しのあたりへ第一陣を、三保神社あたりへ本陣を配置していた。ため清は、 天子最高軍が島根半島の陸地から攻めてくると予想しており、第一陣の兵の配置はこれに対応するものであった。対する山中高生ら天子最高軍は、ためしんの作戦の裏を書いて、海を渡り、直接本陣へ奇襲する作戦であった。天子最高軍は港で船を集めると、その船に乗って白州米市から海を渡り、ためしんの本陣へ攻撃を仕掛けた。 戦いは当初、数に勝る沖ため新軍が天子最高軍を圧倒する。天子最高軍は窮地に追い込まれ、一時は全滅の危機に陥るが、王道兄弟、松田誠ほらの援軍が到着すると戦況は一転する。援軍の参戦により、沖ため新軍は大崩れとなり壊滅、ため清は自国の沖国へ逃げ帰った。また、 ためきよしが配置していた第一陣の兵は、本陣の参戦に間に合わなかった。第一陣の兵は、本陣が壊滅したこともあって、天子最高軍に生け取られ、捕虜となる。捕虜となった人数は、本陣の兵も合わせて、約400人とされ、大根島へ送られることとなった。大根島へ送られた捕虜は、ためきよしが、捕虜の除名を条件として切腹したため、 その後解放されることとなる。この戦いで、沖を支配していたため、清は死亡したため、沖国は弟の清美が支配することとなった。後を継いだ清美は、天子最高軍に協力することを誓ったため、これにより、沖軍の反乱は収束する。しかし、天子最高軍にとっては、反乱の鎮圧には成功したものの、仲間同士の争いで兵力が減少するという痛手となった。 またこの頃、九州に遠征していた毛利軍の主力が、筑前の立花山次郎を退去し、周防の大内最高軍や出雲の天子最高軍を鎮圧するため帰還を始める。合参と打上に籠もる天野高重他出雲における毛利軍にとっては、主力部隊が着くまでの良い時間稼ぎとなった。その後、出雲の毛利軍が、秘湯地域において抵抗したこともあり、天子最高軍は、 出雲の拠点の合算と打浄を攻略できないまま、帰算した毛利軍の主力と戦うことになる。沖田目清が、天子最高軍に反した理由については、確かな資料が残っていないためその真相は定かでない。雲洋軍実機や、対抗機には反乱の理由が記載されているが、その内容には、相違がある。雲洋軍実機によれば、先ほどの原出合戦において、 弟の清美の恩賞が自分より勝っていたことを不平に持ち、ガッサンとダジ主の天野隆重と内通し、反乱を起こしたとされる。また、陰徳太平記にも、猛都市営、中金の玄都市、これほど甘子に組みせし、在下をせ線と思い、と記載されるように、ため清氏が毛利軍として戦った記載がある。太抗記によれば、 出雲の国内の大部分が平定したというので、丹後海賊衆は先に引き上げていったため、残ったため清は心細くなって、反乱を起こしたとされる。また上記とは別に、全く違う見解を示す研究もある。それは、ため清は当初から毛利氏に味方しており、丹後海賊衆を大きく激破後、見ほの席に捕来して攻め込んできたという説である。 出雲本港や原で合戦に協力したのは弟の清美であり、試しんではなかったとしている。天子最高軍は海を渡り置きためしんの本人を奇襲することを決めたものの少数の船しか確保できず貨幣で戦うことになる。山中港勢は日本の席へ渡る船の上で戦いに際して次のことを守る要所兵に厳命している。ありがとうございます。